今日これは天津飯、天津飯苦手だ。あんがかかった食べ物、あんまり得意じゃなかった。何それ。レタスグリーンピース買い忘れた。高橋さん、今日さ、ごめんね、君たちあるもので作ったんだ。どう、ちょっとぽいじゃん、あった方がいいじゃん、やっぱ。うん、だね。親子丼か否めないけど。あんは何で作ったの。これね、あのカツオと煮干し、うん、カツオと煮干しと昆布のお出汁、うん、にとろみをつけただけなんだけど。いや、美味しそう。普通に食べたいし。食べてごらん。いや、大丈夫です。味ないよ。あ、なんか人が食べれるの。これがアルファ用です。アルファだけある、あんかけチャーハンみたいになってるね。しょうがないよね、でも中のお米もね、みんなと一緒なわけよ、中他の子たち白米じゃなくて、チャーハンになってて、すごいね、チャーハンになってるって。食べようか。いや、ほんと美味しそうなんだけど。テレビでこか、サンキュー。いや、ほんと美味しそうなんだけど、すげえ。これ、どうしよう、崩した方がいいかな。分かった。食べるか。ルック。オッケー。違う。あっち。前のあっち。つまちゃんにごま煮が出るでしょ。うん。これ中にごま入ってたよね。あ、わかんないっぽい。わかんないっぽい。あれ、崩してあげて。顔よかったじゃん。でもなんかもっと上手に食べてごらん。またスプーン？チャーハンになってる、ちゃんと、すごい。もちろんワンちゃん用ね。今日のお野菜は、これで冷蔵庫あったもんだからさ、大
カボチャ、ブロッコリー、キャベツ、白菜、人参、さつまいも。お、みんなが好きなやつ。マイナもなくなるよ。早豚ヒレ、あ、いいお肉。食べてごらん、これ。クラちゃんがっついてるわ。本当？うん。ゆきちゃん、卵いらないって言うんだけど、崩した？今、薄くしたいのに卵したんだけど、うん、食べたら美味しいじゃん。なんかあれみたい、モンスター豆のさ、キルゴは食べれないみたいな感じだ。テバロか。アスカン、アス、アス、アイグー。